幼少の音楽体験はとても豊かだったのだ。この頃に聴いたレコードが今の私を作っている。セールスとかそういうこと考えないで、とにかく作りたい、その実験ですよね。IMO は企画だし、これがうまくいかなかったらやめるしかないっていう。恥ずかしい。楽しいことはやりたい。音楽好きがいてくれれば大丈夫。まあでも世代的に僕はその受け継がれてることがあるんだろうと思って、これからは星野くんよろしくねと。細野さんの追っかけやってます。キーワードがね、自由ですね。その自由に触れると心が躍る。細野晴臣デビュー50周年記念ドキュメンタリー、ノースモーキング。